夢ラジオ第5300回、今日は令和5年7月19日水曜日です。時刻は午後1時、横浜港北、夏の虫が前の森では泣いていますね。玄関も窓も開け放しての放送です。風が吹き抜けていきますよ。さて、今回は六原短大についてお話しいたします。鎌倉時代、承久の乱以降、朝廷がおかしなことをしないように、その朝廷を見張る、そういう軍隊、これが六原短大でした。もう後鳥羽上皇みたいなことをされては困るという鎌倉幕府の意向、朝幕関係というのは承久の乱で悪化しましたが、けれど鎌倉幕府は朝廷を非常に重んじてもいました。ですから源氏三代で将軍が途絶えた後は、とかく皇室から、あるいは皇室がダメでも御設計から将軍を名ばかりとはいえ呼んできていましたね。北条徳宗家は朝幕関係を非常に大事にしていましたが、それとはまた別次元の話で、朝廷に勝手な振る舞いをされないように六原短大ですから、六原短大っていうのは非常に重要な役職で、そこのトップに立つ者は執権、そして連署に次ぐ地位にあった、こんなふうに言っていいんですよ。執権、連署、そして次には六原短大と。でこの六原短大という言葉で、その組織全体を表すこともあれば、その六原短大のトップ、このお方を指す場合もあります。で最初は北条泰時、北条時房、これは承久の乱のすぐ後ですね。北条泰時は三代目の執権になるお方で、北条時房は、まあ、その後おさらぎ流を紡いでいく、そういう北条の一門です。で、まあ、どっちも非常に重要人物じゃないですか。北条泰時は後の三代目の執権と、で北条時房はその泰時が執権になった時の初代連署ですよね。時房はで、時房からさっき言ったようにおさらぎ流とか始まっていくんですよ。でこの泰時が北の屋敷を構えたので北方で、時房が南に屋敷を構えたので南方だから、六原短大北方、六原短大南方という言い方がこれ以降されるようになりました。トップが2人いたけれど、トップが2人いて決定がしにくいとまずいので、北か南、大概は北でした。大概は北方の人が上回る形で、ですからよく六原短大といえば南方は名誉職、官職なんだ、暇な仕事なんだというふうに言われたりもしました。必ずしもこれは当たらないんですが、まあ北方に執権短大が置かれる場合も多かった、それは確かです。で北方には代々極楽寺流っていう北条の一門があるんですけど、極楽寺流、この流派の人がなることが多かったんですね。極楽寺流っていうのは北条重時ですから、泰時の弟さんですね。で泰時の弟に友時っていたんですが、この友時名古屋流、これは徳宗家と対立する場合が多く、
当然六原短大なんか任命できない。でその下に重時、この重時から極楽寺流っていう北条の一門が出て、まあ、名門だったんですよ。ですから六原短大っていうのはある時期まではこの極楽寺流がいつも家として担うっていう、そういうものでもありました。ただし元寇が始まる前に六原短大の南方、この南方に北条時宗、これは八大執権ですよ、八大執権、元寇がある時の北条時宗のお兄さんで北条時助っていたんですよ。これはお母さんが違うお兄さんなんです。で時宗の方が嫡流なんですよ。でこの北条時助が南方に命じられた。で官職だから時助が左遷されたってなんかよく言われますよね。ただしこれは最近の研究では左遷ではなくて、で時助はこの南方でそれなりにリーダーシップ発揮していたっていう、そういう考え方の方が正しいようです。ただし結局元寇を前にして2月騒動、この2月騒動で時助は弟の時宗によって亡き者にされてしまいました。でこの後この六原短大の南方、時に官職と呼ばれた南方に長柳宗信とか、あるいは金沢貞明とか、その長柳流、金沢流っていう、これも北条一門ですよね。こういった者たちがついて六原短大を盛り立てることもあったんですよ。そんな六原短大の中でもやっぱ特筆すべきは実は北条時村なんですよ。で北条時村っていうのは北条政村の息子さんで、政村流っていう、これまた北条の一門がいましたよね。時村さんがこの六原短大をずっと仕切りました。だからさっきお話した長柳とか長柳宗信、あるいは金沢貞明の前にあたります北条時村はね。でこの北条時村は非常に気骨ある人物で、朝廷に対してもはっきりと言うべきことは言う、そして幕府に対してもはっきりと言うべきことは言う、こういうお方だった。ですからこの時村の時に六原短大が非常に組織としても整備され、最初は軍事組織だけだったのがだんだん裁判を司り、独自の動きをできるような、そういう組織へと発展していきました。しかし時宗の後、息子さんの貞時っていました。でこの貞時が自分の政治をやろうとするときに、この六原短大の時村これは邪魔になってたんですね。だから結局鎌倉に呼び寄せて、そしてこの北条時村さんは亡き者にされました。でその後さっきお話したように、もう鎌倉幕府がだんだん落ち目になっていくような頃、長柳とか金沢とかああいった者たちがそれでも六原を立て直そうと頑張ってたわけですね。長柳宗信、金沢貞明、これは南方ですよ。ですからこういったものが南方を担っていたということを考えても、あながち南方が官職だとは言えない、こんな感じですね。六原短大は鎌倉期の懲罰関係を考えるとき非常に大事な役割を果たした、そういう組織であり、そういう人物でもありました。特に今回その傑出していたのは時村さんですよと申しましたが、この北条時村、政村流ですね、この時の六原短大が具体的にどういう組織であり、どういう変容を遂げていったのかっていうのは
非常に興味深いところなんですよ。これについてはまた回を改めてお話しいたしましょう。夢ラジオ、今回は六原短大、京都の六原に置かれた幕府の軍事組織、そして後には裁判組織にもなったをお話しました。ありがとうございました。